はい、どうも。最低出力値全部リッパーでいく、パート5くらいでした。やっていきたいと思います。テリーさん、対戦よろしくお願いします。ということで、相手のパーティー、エテボース、またエテボースがいる。なんか、この間もエテボースがいたんですけど、キノガッサ、イワーパレス、ゲンガー、そしてリザードン、ロトム、カッコ水、になっております。さあ、こちら、ボンマンドという新しいポケモンを加えて、第2回目。さあ、今回は誰を選んでいきましょうか。見た感じ、キノガッサが怖いんですね、これ。ガルーラで、倒してしまいたい。ガルーラでどうにかならないかな、これ。でも、これ、キノガッサ以外に対してガルーラが刺さってないっていう、ところもあるので、選抜ブルンゲル行きましょう。ブルンゲル。2番目に、とりあえずボーマンダを添えて、で、最後どうしようかな。ドラミドルかドサイドンかどっちかなんですけど、まあ、ここはドサイドンが良いかと思いますので、選んでいきたいと思います。さあ、やっていきましょう。相手の方の選抜は、キノガッサかイワパレスが来るんじゃないかなって思ってるんですけど、さあどうだ。キノガッサだな。キノガッサが来た。これどうしよっかな。スカ取りするか、もう普通に。あ、でも、あれか、冷凍ビーム覚えてないから。冷凍ビーム覚えてないんで、これちょっと有効打打てないな。とりあえず、スカ取りしておきましょう。タスキが来ると思うんで、まあ、もし種マシンガンされたら、死んでしまうんですが、その時は、例によってボーマンダで割っていきたいと思います。帽子か、よし。これでガッサは、あ、でも、ボーマンダ、そっか、ボーマンダで倒せるって思ったけど、ボーマンダ、そういえば全く椅子振ってないんで、ガッサにおそらく抜かれてると思います。ちょっと残念ですね、しまった。今日のしまったですね、これいきなりですけど。ゲンゴー。耐えたな、すで耐え、お前耐えたのはいいけど、起きないんかい。これはもう捨てるしかない。一応、こっちゴーストタイプなんで交代はできますけど、まあ余計なダメージを負いたくはないので、ブルンゲル捨てていきましょう。すいません。まあとりあえずキノガッサにスカーフしたということで、まあちょっと物足りないこと感はしますけど、まあ、仕事はしたということにしておきましょう。さあこちら、大本命ボーマンダで、これは一応龍舞ですね。凍える風かなんか、あ、凍える風だったらやばいな。凍える風はない読み、いや、ない願望の龍舞あったら負ける。道連れとかだったら、道連れをの PP が切れるか、ゴーを煮やして他の技をしてくるまで、ひたすらこちらをもう舞うまでです。まあ、ここ風に、一回これ舞ってしまったら、ここ風にせよ、ヘッドバックにせよ、なんだ、シャドーボールにせよ、余裕で耐えてくれると思うんで、まあ、ここより風だけはちょっと、ダメージはでかいと思いますが。さあ、どうなる？鬼火はやめてくれ。鬼火はやめてくれ。道連れ。あ、まあ、ここまで次3回目待ったら鬼火が来てもまだ、マシか。まあ、ここは舞います、とりあえず。ひたすら舞います、こちらは。このゲンガーさえ突破したら、キノガッサが来てももう抜けてるんで、しかも助けもない。あ、よしよしよし。え、なんで10万ボルトした？これはちょっと謎コード、あ、なるほど。麻痺狙いか。っていうことは、シャドーボー、ヘドバク、
道連れ10万ボルトだったんで、他の2つのダメージでは到底、倒しきれないと見て、麻痺を狙ってきたといったところでしょうか。まあ結果的に麻痺らなかったのでダメージを最小限に抑えることができました。そしてなんといっても今回のボーマンダ、今回というかこのボーマンダ H空従属なんで抜いてるはずです。メガ進化されたら僕も降参ですね。これは
と、はるきちゃん。悩んでるな、相手悩んでるな、かなり。あと一体なんだ？え、メガ枠いなかったよな、確か、バシャーモと、あれしか、ラティオスしか。でも、両方トリックできてるからな。あとは、何がいたっけ？ギルガルドとか、ハッサムとか、サンダーとか、いました。おい、ちょっと悩ん、メザッパ何？氷これ、ボーマンだ、交代読みだな。よし。シャドウを。で、そこ下がる、命の玉で、食らう、加速、でも加速は正直全くもって意味がない。これちょっと待って、落ち着け、落ち着け。ブルンゲル捨てていいか。ブルンゲル捨てて、次バシャーも出して罪の起点にしてしまいましょう。完璧ですね、これ。完璧なる作戦だ。しかし、ラティオスが、ゴダーリスカーフを持ってるんで、バシャーもうまいことを加速を稼がないと、あれですね、抜き去られてしまう。まあ、とにかくここは、エナジーボール打つ意味はないな。シャドーボールでいいと思います。あ、交代してこなかった。よしよしよし。お前はもうメガネだ。あ、メガネじゃない。お前はもう、メザパコールしか打つことができない。さあ、ここでですよ。ここで、こちら、もう、マシャーモを出すしかないんですね、それが。ガルーラでは。あ、まあ、ガルーラでもいいですけど、そしたらバシャーモ残って全く意味のないことになってしまうんで、ここはバシャーモ引きます。まず、ここで俺が、すること。第一。気合で、あ、ちょ、身代わりか。身代わりでもいいんじゃないか、これ。あ、これ、そうだ、そうだった。このバシャーモ、身代わりにしたんだった。ちょっとこれバシャーモ、瞑想中で、ちょっとあれなんですよ。これ、これ消したんですよ。せっかく遺伝したんですけど。ね、素早さ実数値200のポケモンを抜くことができるので、3回は絶対加速しないと抜けないはずだ、これは。今1回したな、もう守るします。こいつはもう結局スカーフなんで、技1個しか出せないので、安心して、守るを打っていけますね。変な積み技とかは来ないはずなんで。やっぱこだわり押し付けるのはいいな、相手の動きが、相当制限されるので、こっちのやりたいことを一方的にやりやすくなる。マンダの竜前にしても同じですけど。これちょっと楽しくなってきたな。久々にテンション上がってます。アイテム考えますね。これ、なかなか、いい勝負なんじゃないですか？守る。
の精神に、最後のダメージを与えていきます。ヤタピバトン。ガルーラ。さあ、どうだ？食らうか見せてくれ。うおーマジか、急所だ。来たー、これ気合溜めた、気合溜めた甲斐があった。急所当てていくガルーラ。さあ次、最後バシャーモでした確か。ここですよ、問題はここで雷を当てれるかどうか。
ント10。え、弱点保険持ってるよ。弱点保険持ってるよ、このブルンゲル。そう、神々しく竜の舞をしやがって。